ルバーリ今日も楽しくですねチェロキーの方をやっていきましょう。今日はですね指引き続き替え指ですね、トーミーファーソーファーのファーシャープファーソーみたいな、普通はこうです。それをこっち側にずらしてやるパターンですね。ほんでからこっち側に戻すっていうパターンのやつですね。これも結構よく使うんでですね、この動画最後まで見ていただいたらアドリブかなりフルエントに吹けるようになります。軽やかにね、軽快に指そんなに考えなくてもですね吹けるようになります。まずはロングトーンから見ていきましょう。知らないだろうね、この指パターンも結構 使うからな、見といた方がいいな。早速始めていきましょう。そうですね、この指パターンもめちゃめちゃ使うんでですね、ロングトーンだけでもいいんでですねやっといたらいいと思います。それは始めてみましょう。ベスケリラー、Thank you。 まずはですねドーから始まるシリーズですね。ドーラーシードーシーシーロフラットドーですね。
ソーラーシーソーシーシロラトーソだいたいこんな感じになりますね。メジャーどころの指使いは。これをですね、まあ、ゆっくりだけでもね、いいんでね、ぜひやっといてください。脳が勝手にアジャストしていきます。とっさの時にね、パッと使えるようになるんでですね。で、普通の運指でやってる時でもですね、なぜかアドリブは軽やかになりますね。これは。ぜひね、ロングトーンでやっといてください。それでは早いテンポでどんな感じになるか見ていきましょう。Let's get it on! Thank you!
かがだったでしょうか。なかなかですね、普段慣れてるこの指からこっち側に行くのっていうのはですね、なかなか勇気のいることなんですけどですね、一旦その枠からはみ出てしまえばですね、すごい世界が待ってるんだっていうことをですね、体感していただけたらめっちゃ嬉しいです。でね、何度も言うようにですね、ロングトーンだけでもいいんでですね、やっといていただけたらまたトランペットの世界が広がると思いますんでですね、ぜひこの機会にこの指で吹いちゃってみてください。知らないだろうね、なかなかあれやな、最初の第一歩っていうのはめちゃめちゃ怖いよな。最初の第一歩怖いな。せやけどこれやることで世界がぐっと広がるかもしれんな。200回りぐらい広がるかもしれんな。そうですよ、最初はね怖いんですけどね、これやるようになってからね、もう漁業領域がね200回りぐらいね広がるようになるんでね、ひだのりもなったんでね、ぜひねエブバリにはトライしてほしいですね。せやけどあれやな、わしなんか思うけど、この指だけでどの音になるか分かれへんくてもさ、この音この指でなんか吹いてたらそういうふうになっていくよな。そうですよ、この指でね吹いてればね、まあ大体ね、そのどの音が鳴るかっていうのを分からなくてもですね、まあとりあえずこの指で吹いてロングトーンしてしまうっていうのはですね、実はおすすめですね。で、ああこんな音が鳴るんだ、あんな音が鳴るんだっていうふうにね脳が学習していくんでですね、吹く前に音が分からなくても大丈夫です。そのまんまロングトーンで吹き続けてみてください。そうすることによってですね、また今まで使わなかった脳みたいなのがですね、ラインが出来上がってくるんでですね、よかったらエブバーリも参考にしてみちゃってください。参考にしてみちゃってくださいませです。今日の動画良かったねと思っていただける方は、どうかいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。キタロリ、あとはあれやな、アドセンスやな。そうですね、ちょっとアドセンスにね、シックファックしてますね。こちらの方がちょっと出るんですけどですね、詳しい方もしいらっしゃったらですね、コメントにて教えていただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。どうやら2つのアカウントでなんか入ってるみたいでですね、それがログアウトしないとできないっていうんですけど、まあ、ログインすらできないんですよね。うん、まあもしご存知の方いらっしゃいましたら教えてくださいませです。教えてくださいませです。見て Thank you。オンラインレッスンの方もですね、常に募集しておりますんでですね、でリアルレッスンの方はですね、ひだのりは群馬県館林市っていうところに住んでます。ぜひね車でね来れるぐらいの距離の方はね、リアルレッスンで、でちょっと遠いよっていう方はですね、北海道から沖縄までオンラインレッスンで大丈夫なんでですね、ぜひ受けてみてみてくださいませです。それでは見てて、キロアリガッチュのベビガッチュです。見ててキュー。Two step.